ガラスが高いんだよね。チュールで、これほらほら、次の街灯とかさ、12ドルだって。なんか昔って感じ。ほら、こんな使えそうもないストーブ、ボロボロストーブ。どこいるの？ソウルだって。本格的、昔の鉄だからいい鉄なんだこれ ね、質のいい鉄なんだ。ポットなんかもね。昨日面白いこと言ってたよ。誰が？昔ひじきはさ、鉄分よく多く踏んでた、踏んでたってことでしょ。うん。でも今鍋がステンレスに変わったんだって。ひじきをこう綺麗にするのに、うん、そしたら鉄分がやっぱり少ないんだって。ひじき、今のひじきは。そうなんだ。昔は鉄鍋だったから鉄で、うん、うん、今エレファン。なるほど。That was it? Yeah. They're usually longer, a lot longer, so you don't get hurt when you're burning the animal. What's in this? Oh, wow. やっぱりね、中に入るとすごいのがあった。すごいよこれ。40ドルだって。昔ながら。あ、奥にもあるじゃん。昔の。でかすぎる。58ドル。アンティークだ。ちっちゃいのだったら昔持ってたのにな、私。そうなんだ。好きで、うん。キャンドル？うん、こういうやつ。ランタンってこと？うん、これだけで12ドルなの。うん、割かし新しいんじゃない、うん、新品っぽい。面白いな、これ。ちょっと。これどうだ。これなんかこれだけ売ってるよ。お、下はないんだけど。そういうのもいいね。下だけ作ればいいんだよね。置いちゃった。置いちゃったね。うん。大人、大人だね。偉い。ないんだよね、案外。あ、スキレットもうこれはみんな泣いて喜ぶスキレット。8ドルとか結構するんだね、これね。するんだね。四角い好きで、あ、そのまま。おいえ、すごい。これわりかし小さいけどでかいね。この間買ったのに見てるけど、これおしゃれだね。うん、家に置く分にはいいんだけどね、うん、これ。え、これはもう泣いて喜ぶストーブで、ガスストーブ、キャンプ用の。でかい。うん、こんなのがあるんだ。60ドルだ。これちょっと引かれちゃったな、今。ガソリンストーブ。75ドルだって。そうなんだよ。でも、あの後ろもそうだ。あの後ろもね、95ドルしてんだ。あれもストーブ。キャンプストーブって書いてある。うん、うん、4ドルになってるんだけど。柄がついてるよ。いいんじゃない。あ、後ろちょっと。ただ拭けば取れるやつだね。こうおしゃれじゃない。こっちの方が高いだろう、ね。こっち。よかった。あれ、
下の大きさは K はどう大きい B なのこっちの方が大きい大きいのかでもそっちこっちうん、うん、トレイだからここに人気になるんだいろいろさ、あ、ここにもあった最初はさ、こういう小部屋を作ってね、うん、ジャンル分けでそれなりに並べようと思ったんだけどそのうちめんどくさくなっちゃって収集つかないもう収集つかないで、もうあっちゃこっちゃっていうパターンだねなんでも売れるんだなんでも売れるんだよ、だから捨てるものはないんだねリサイクルだねそんで、こうやって買ったうちに持ち帰るでしょ、うん、捨てよ、こんなのって言われてまた出るわけでここも一つの小部屋になってんのここはなんかあの、エクストラな人が住んでそうだねね、そんな気がするの夜になるとねガチャ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 っていうんだね多分ああった最後に出会ったよ3分うん2ドルでもあいいじゃんこれとこれが合うんじゃないの合わないかちょうどちょっとでかいちょこっちょとなんか使えそうだねでもこれ広げればいいんでしょそうそうね、なんとなくね、でもなんか下に対して上がでかすぎるかも。うん。出たね、なんか最後の最後で。これ上を作っちゃえばいいね、自分で。うん、あったね。なんかここ昔から気になってたんだけど、パイプいいね。ズくんがいてる。あ、これもパイプ？そうだよ、全部。でっこー。うんね。アンティック。パイプはいいんだけど、あ、このサバイバルナイフっぽいやつはなんだろうこれは。50ドルになってます。これ綺麗。うん。これした。あ、車？うん、あ、椅子ね。座ってみようか。ここにいっぱいあったよ。18ドル、昔のやつだね。あの向こうから2番目ぐらいの大きさだね。グラスが欲しいな。これもいいじゃんね。これ可愛くないかな。これ可愛いね。買ってくれるの？え？こっち29ドルだ。なんでだろう？何が質が違うんだろう？ちょっと大きい声。え？違う？いっそのことこれペットだ。程度からこっちの方が錆びてるとか向こうが綺麗だとか。Excuse me. Oh, sorry. No way.
感じないんだよね、さほど。なんかここっていつも人来るよね。来る。なんか人を呼び寄せるエクストラな人たちが住んでる。ようやく入ったよ。もう何十年も通って。